ですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。いい感じですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。ですね。ただいまより投票受付を開始します。万全の体制でやってきた地方の雄、打倒を決する舞台にはいつにも増して緊張感が張り詰めています。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。カタノペリーが先手を取ります。ローリエアンドレが上がってまいりました。7番パシル将軍、外から行こうというところ。それから10番ドミシノポルンが、11番スタビライザー、その内からは統計未成、そしてその外に平成シルバー、東洋リファールがその内にいます。そして外からはプロストライン、そのうちミスター当人、ちょっと離れて8番チアズアトムであります。そしてその後ろから名称屋島。先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして、先頭は走る将軍であります。その後ろでありましょうか、ローリエアンドレ、もう1頭2番カタノペリー、それからドミシノポルンは、さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。カタノペリーは3番手といったあたり。さあ先頭は走る将軍が半馬身リード、走る将軍が抜け出した。カタノペリーが3番手、東洋リファールが差を詰めてきた。走る将軍先頭、チアズアトム抜群の手応え、先頭藤田とローリエアンドレ、先頭は3番東洋リファール、内か外か。サインはもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。惜しかったですね。1着、8番、2着、3番。レースを終えた馬が戻ってきました。you
ですね。適正の馬体重ですね。クエストを達成しました。今週はレースがあります。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。を開始します。
夏の大いの夜に集いしダートの強豪たち、帝王の称号を手に入れるのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあ飛び出した12頭、5番カリブソング、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。さあ何が行くのか。桜ハイスピードが先手を取ります。内を通ってスルスルと藤山天山が上がっていきました。その後ろ3馬身くらいあって、3番ブルーファミリー、それからスタビライザー、まもなく第1コーナーに差し掛かります。カタノペリー、内を通りまして7番ドミシノポルンガ、そしてその後ろから8番プレザント、内から1頭6番平成シルバー、ミスター当人、それからカリブソング、ちょっと離されましてホワイトシルバー、一番後ろにキアズアトム。もう一度前から整理しましょう。先頭を行くブルーファミリー、3馬身リード、ちょっと離れて12番スタビライザーであります。藤山健山がそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。9番桜ハイスピード、10番カタノペリー、そのうち7番ドミシノポルンガ。まもなく第3コーナー、外から1頭8番プレザント、そして内からは平成シルバー、ミスター当人がかわしていきました。この辺りちょっと離れている5番カリブソング、黄金に輝く砂の直線、先頭で駆け抜けるのはどの馬か。カタノペリーは5番手といったあたり、先頭マトバとブルーファミリー、ブルーファミリーが抜け出した。先頭はブルーファミリー、ブルーファミリー先頭、キアズアトム抜群の手応え。先頭は1番藤山健山、さあ抜けました。藤山健山外を通ってキアズアトムか、1着藤山健山。惜しかったですね。1着1番2着2番3着当番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。